西那須の支店、JR バス関東西那須の支店は、栃木県那須塩原市長田町にある JR バス関東のバス営業所。1931年頃、県当局のし塩道路改策に伴い、沿線住民が省営バスに、那須、塩原地区進出の自動車運行を要望したが、関東自動車、東の鉄道ほか、各団体からの反対運動が起こる。省営バスは、 当初の計画を変更し、西那須の発着から焼いた塩原間の運行に変更される。後に、関東自動車は、省営バスへ、積極的にバス路線の譲渡し鉄道省相手に運転休止に対する保証金交渉する方針に転換した。現在は、塩原温泉協営のアクセスを担当している。かつては、鬼怒川温泉への路線も存在し、 観光客の周遊ルートを形成していたが、マイカー観光客の増加によって1978年以降はバス利用者が減少し、地域利用者も減少したため支線区も廃止され、現在は一路線だけの支点となってしまった。しかしながら、残る一路線は新幹線駅に乗り入れることから、バス利用の観光客も少なくない状態であり、 鉄道線の培養という使命はまだ失われていないと言える。また、道路線の沿線には国立公明料が2011年まで存在したため、同施設利用者も乗客に多かった。月別の利用状況では、夏休みの交絡がある8月と塩原の公用目当ての10月が多くなる一方、4月と12月は乗客が少ないのが特徴。塩原本線については国及び、 県、沿線市からの生活路線維持補助制度による補助を受け運行が維持されている。2007年10月からは、那須塩原市営バスの運行も受託している。2021年3月21日、塩原本線において、追加機能に地域独自のサービスを付加した、地域連携 IC カード、トトラを導入。これによりバスの乗降方法が変更された。 2020年4月1日現在、10台が配置されている。高速バス、もみじ号宇都宮京和大学スクールバス、交通系、IC カード、トトラは北洋。関屋宿駅で発車を待つ、八重田北線かつては、路線数、路線長及びバス利用者も多く、山岳地帯の急行バイク間を運行することが多い、ことから、大型、中型とも座席数が多く、 高出力エンジンを積んだ観光タイプの路線車を多く配置していた。現在の一般路線は塩原本線だけとなり、バリアフリー化の必要性などから中型ノンステップバスが主体となっている。中型ノンステップバスの一部は那須塩原市地域バス、U バスにも使用される。一般路線車は大型、中型のノンステップバスが配置されている。 他支店からの移籍車や中古車両でも座席の増設などは行っていない。2017年7月末に中型の日のレインボー3台が新車で導入された。那須塩原市地域バス、U バスは市所有の日のポンチョ2台と投資店所有の中型のオンステップバスで運行している。ありがとうございます。